久しぶりだな。ガラ、師匠のところに顔を出したそうだ。グレイ、知り合いなのか。ああ、奴と俺は同じ師匠のもとで剣の修行をした義兄弟、そしてノイの父親だ。久しぶりだな、ノイ。あんたの口から私の名前なんか聞きたくない。やはりまだお前はエレムのこと。母さんの名前なんてもっと聞きたくない。私はシルムシルトのノインだ。豪邸ガラハド、あんたをここで倒す。帝国軍人としてシルムシルトを放ってはおけん。帝国余計な手加減など考えるな。ガラハド様、この状態では。そうだな、引き上げよう。ノイン。ああ。失敗か。作戦は良かった。だが帝国兵の戻りが予想外に早かったな。あと一歩だったんだけどね。こんなところにいたのか。でも驚いたよ。あのガラハドがノインのお父さんだったなんて。あんなやつ、父親でもなんでもない。父親か。ねえ、フェルトはお父さんとかお母さんとかがいなくて寂しいって思ったことある？なんだよ急に。そうだな、数奇委員長やノイアールのみんなもいるし。ビーゼは寂しいのか。わかんない。
ここを守る役なら俺がやってやるよ。いや、父親の役だったら俺ができないかなって。そういう偉そうなことは掃除当番をさばらずやってから言ってよね。そりゃそうだ。俺はちょっと羨ましいな。俺やビーゼに親はいなかったから。巻き上げた食料など解放する。どういうことでしょうか。奪ったものを返してこいと言っておるのだ。食料、金品、すべて元に戻してこい。しかし、執政官殿の命令では。私が取る。お前たちも安心して行ってこい。はしたりするのは後回し。フェルトが無事にエデンに帰ってこれるように、私が今フェルトのためにできることを全部しよう。イリスも手伝う。じゃあ一緒にスーキーに行こうか。